会全力応援、あなたの夢叶えます。おはよう朝日ですは今年で45周年、これも一重に皆様のおかげです。本当にありがとうございます。そこで関西全力応援あなたの夢叶えますと題しまして、視聴者の皆さんの夢を番組で全力で応援をしております。これまでに放送したものをまとめて今日はお届けします。まずは一人目、私です。ある少女の夢を叶えにフランスまで行ってきました。全力です。大阪府小学4年生のマルザンエマちゃん。私はおはーさを見て、おはーさパークにも行くほど、おはーさが大好きです。嬉しい、ありがとうございます。そんなおはーさの皆さんに叶えてほしい夢があります。私のおじいちゃんはフランス人です。おじいちゃんとは今まで1回しか会ったことがありません。でもおじいちゃんは病気でもう日本に来ることができません。なので会いに行きたいです。もし会えたら大好きなおじいちゃんのために最高のサプライズをしたいです。お願いします。といきなり1回目から壮大なんが来ましたね。おはようございます。あ、おはようございます。はじめまして。え、エマちゃん、はい、依頼文は読んだんですけど、はい、おじいちゃんに1回だけ会ったことあるっていうのは5歳の時。ってことは何年前？5年前に1回だけ会った。1回だけ、日本で？日本で来てくれて。あ、日本に来てくれて、でその時おじいちゃんと初めて会って喋った。はい、喋ってない、なんかまともに話せてなかった。フランス語が、はい、で今はフランス語？今は話せます。話せんの？どうしたのその5年間で勉強したの？はい、パパと一緒に話す勉強したり。お父さんはフランスの人やから、はいはい、お父さんに教えてもらったり、習い事行ったりして。習い事も行ってる。今やったらおじいちゃんと会ってもフランス語で喋れる。はい。おじいちゃん元気なの？何年か前にちょっと病気をして。あ、でもおじいちゃんが日本に来るっていうのは、まあ、ちょっと難しいかな、体力的に難しいかなとは言ってましたね。あ、そうなんや。ってことはおじいちゃんに会おうと思ったら行くしかない。フランス行くしかない。ひまちゃんフランス行ったことあるの？一回もない。一回もないの？関西から出たことがない。あ、そうなの。お母さんそんなフランス連れてってとか言われたことなかったの？ずっと言ってる。ずっとフランス行こう、フランス行こうって言って。ね、なんて返事してたんですか？自分で稼いで行ってって言って。じゃあフランス行く？オッケー、じゃあ行こうフランス。よっしゃ。よし、じゃあもうおじいちゃんに会いに行こう。イエーイ。イエーイ。な、そうしよう。まず会うのがサプライズ、これがまあおじいちゃん、はい、嬉しいのは絶対嬉しいですよね。はい、あとのサプライズですよね。おじいちゃんとその前会った時はさ、どんなことしたの？日本でお寿司屋さんに行った。あ、寿司屋さん行った。一緒にお寿司食べた。おじいちゃんお寿司？あ、大好き。大好きな日本の食べ物？はい。お寿司か。ちょっとじゃあさ、エマちゃんが自分でお寿司を作ろう。で、お寿司魚いるやん。はい。その魚もエマちゃんが捕まえる？あ、おっちゃん釣り好きやね。だから釣りのことは詳しいね。お手伝いできると思うね。エマちゃんが魚を取ってきて、エマちゃんがさばいて、でエマちゃんが握って、いやこれはもうおじいちゃんにとったら世界一のお寿司やと思うよ。世界一のお寿司を目指して早速特訓開始。教えてくださるのは寿司千春の大将高田さんです。ちょっと大きな平出してみて。うん、すごい。魚を触るのも初めてのエマちゃん、ぎこちないながらも少しずつさばいていきます。ちょっと刺してから
して、あ、怖い。これ刺した時に、そう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 、あ、いい感じ。あ、上手上手上手、よしよしよし。順調な滑り出しでしたが、思わぬ壁にぶち当たります。これ触れる？さあ、こっからちょっと頑張ってみようか。魚の内臓を取り出す作業、10歳の女の子には衝撃的なものでした。それでも気を取り直して作業を進めるエマちゃん。シュート。あー、耳怖い。そうそうそう。ね、こうやって。練習しておいてください。はい、そしたらこうやったら、おー、はい、身が剥がれました。開始から1時間半、三枚おろしができました。これを薄くスライスしていき、ようやく寿司ネタの完成。いよいよ握っていきます。そしたらそれを軽くキュッとやったら、さあ、エマちゃんがお寿司を自分の力で作りました。これどう？あかん。何があかん？崩れてんな。ちょっと崩れてな。これエマちゃん何点？このお寿司は見て、100点満点で40点か。40点か。でもまだまだこれからな、練習したら上手くなれるもんな。本番に向け、自宅でも特訓を重ねるエマちゃん。でも内臓はやっぱり苦手なようで、お母さんの前で感情が溢れ出してしまいます。で、内臓取ってやってごらん。でもできるって。やってごらん。できる、できる。お腹開いて、洗って、エマ。エマちゃん、苦手を克服して、おじいちゃんにお寿司を振る舞えるんでしょうか。行ってきます。行ってきます。病気で日本に来られないおじいちゃんに会うため、フランスへといざ出発。おじいちゃんが住んでいるのは、フランスの西側にあるコンカルノーという田舎町。大阪から飛行機でパリへ15時間、さらにパリから電車に乗り継ぎ2時間、さらにさらにそこから車で2時間半、およそ20時間の長い旅路です。初めて目に映るフランスの風景と、もうすぐおじいちゃんに会えるワクワクで、移動中ほぼ眠らず、ずっと景色を見つめるエマちゃん。夢が叶う瞬間はもうすぐです。パリから電車と車を乗り継いでおよそ5時間、港町コンカルノーにやってきました。綺麗な街やね。めっちゃ綺麗。高い建物が全然ないな。エマちゃんの家からおじいちゃんの家まで1万キロあったのが、もうほんの数キロまで。嬉しい。嬉しい。早く会いたい。あ、そう。おじいちゃんでもびっくりするやろな。まずは一つ目のサプライズ。エマちゃんが来ていることは知らないおじいちゃんに、5年ぶりの再会サプライズを仕掛けます。日本のテレビ局がフランスで取材中という体で、おじいちゃんに偽インタビュー。最後に背後からサプライズで登場するという作戦です。え、もう曲がったら、はあ、これ、あ、あるじゃん。これがこんな感じなんや。ここの家です。ほら、マルサンって書いてる。うわ、来たよ。
エマちゃんを車に置き家の前で撮影をしていると突然なんとここでおじいちゃんが登場。エマちゃんと鉢合わせるんじゃないかとヒヤッとしました。こちらがエマちゃんのおじいちゃんですね。優しそうな人でしょ。 OK Thank you。 再会サプライズいざスタート。 Nice to meet you。 Nice。 日本のことは好きなんですか？ Oui, on aime beaucoup le Japon. Mais on a été Osaka une fois aussi, c'est très très bon.C'est très grand, mais c'est très bon. インタビューを車の中でモニタリング中のエマちゃん。エマちゃんちゃんさん、行こうか。まずはそーっとおじいちゃんの背後へ。Donc c'est un dépaysement complet, c'est étonnant, c'est ça nous change complètement, on change de monde. お腹が鳴る音すら聞こえそうなこの距離。どうかおじいちゃんが振り向きませんように。ご家族が日本にいると聞いたんですけど、mon fils le plus grand l'aîné un goûteur qui est marié avec ma fille et ils ont une petite fille qui a maintenant 10 ans。 日本に行って会ったことはあるんですか？oui bon, ouais, elle avait 5 ans, donc ça fait 5 ans maintenant. Emma ちゃんに会いたいんですか? Oui, beaucoup. Parce que ça grandit vite quand même. 5 ans, 10 ans. Ça serait bien sûr qu'ils viennent là, parce qu'on les a invités plusieurs fois, mais c'est très difficile pour eux de venir. Ah bah oui, on lui a demandé plusieurs fois. C'est pas facile. フランスに行って、おじいちゃんに会うのが夢。1万キロ離れていても、2人の気持ちは同じでした。インタビューもいよいよ終盤。いつバレてもおかしくないこの状況。エマちゃんも、私も、スタッフも、緊張がピークになったその時。エマちゃんのこと話してるときはすごくいい顔されてますね。階段にいた猫が鳴き、おじいちゃんが振り返ってしまうまさかのハプニング。スタッフがとっさにエマちゃんを階段に隠し、ほんまに間一髪でセーフ。気を取り直して最後の質問へ。カメラに向かってエマちゃんにメッセージをいただけますか？Alors Emma, si tu m'entends, dès que tu pourras venir, dès que tes parents t'autoriseront, tu seras la bienvenue et...Tant que tu voudras rester ici, tu pourras rester ici autant que tu veux. いよいよ夢の再会です。Comment ça va ? Oui, ça va bien. Et toi ? Mais tu es venu avec eux ? Oui. Et tu es là pour beaucoup de temps ? Oui. Eh ben c'est bien. Oh, c'est super, depuis le temps qu'on t'avait pris. Ça fait 5 ans que t'étais grande comme ça. On a gardé toutes les vidéos comme ça. Emma-chan が我々に、おじいちゃんに会いに行きたいんですって応募してくれました。Ben, il faut que je vous dise merci parce que c'est un truc vraiment très très gentil à avoir fait, puis c'est une belle surprise. Donc je suis sans voix. Ah.
つ目のサプライズは無事成功。ほら。2つ目のサプライズはエマちゃんが自分で魚を釣っておじいちゃんが大好きなお寿司を振る舞うこと。エマちゃん人生初めての釣りに挑戦。狙いはおじいちゃんが大好きなタイ。果たして釣れるんでしょうか。しかしこの日はあいにくの天気で海は荒れ気味。ここでエマちゃんにまさかのアクシデントが。激しい船酔いでリタイアせざるを得ませんでした。それでも挑戦をやめるわけにはいきません。エマちゃんの思いも背負って私は再び海へ。エマちゃんちょっと残念ながら体調を崩してしまったんで、でも今こそ全力で応援すべき時です。私が代わりに釣り上げていきます。あーなんとかお願い。今こそミスターおはよう朝日ですの腕の見せ所。出港からおよそ4時間スタッフも油断してカメラを置いていたその時。おーおーおー、ヒットヒットヒット、ウェイト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 。おお。きょ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 。ナイス。イエスイエス。やべえ。おお。何？おお。釣れたのは？はい。ラスト。はい。えミスターおはよう朝日ですの面目躍如、おじいちゃんの大好きなタイゲットです。おじいちゃんの家で待つエマちゃんに報告へ。エマちゃん、あは大丈夫？もう元気になった？あーよかった。さあエマちゃんに問題です。お魚は釣れたでしょうか、釣れなかったでしょうか。釣れた。正解。釣れました。見て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 、エマちゃん見て、すごい。釣ってきました。OK。 あーよかった。魚も無事釣れ、エマちゃんと二人でサプライズの準備へ。エマちゃんからおじいちゃんへ、世界一のお寿司作りスタートです。ヘロー。おーおー、せーの、エマ寿司へようこそ。おー、おみだ。Maintenant, je vais faire des sushis pour toi. Ouais.Okay. フランスで釣り上げたタイをエマちゃんがさばいていきます。日本での特訓の成果を見せるとき。 yes, 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 yes. おじいちゃんに
喜んでもらうために5年分の思いを込めて。よしよしよし。そしていよいよ苦手な内臓を取る作業。内臓を取ってやってごらん。でもできるって。やってごらん。できる、できる。10歳の女の子には辛い作業です。それでも すごい。まちゃん、おじいちゃんのために。おじいちゃんが喜んでくれるなら頑張ろう。ポネポネ行けた。本当れる。よしできた。よし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 。エマちゃん一人で魚をさばき切ります。そして最後は握り。病気で日本に来ることができないおじいちゃんに、大好きなお寿司を自分の手で。いい感じ。どうぞ。パイナップル。うわぁ。嬉しい。10歳のエマちゃんが作った世界でたった一つのお寿司。醤油入れから。C'est très très bon. Le riz est délicieux, le poisson est délicieux aussi. On a dit bravo Emma, bravo.やっぱあっさりしいな。エマちゃんが世界一の最高のお寿司作れたやん。作ってみてどうやった？楽しかった。楽しかった？エマちゃん何がしたかったやったっけ今回？おじいちゃんに世界一のサプライズをしてあげ、にサプライズをしてあげて喜ぶ顔を見た。見たかった。Ça a été réussi d'un bout à l'autre. Vraiment, c'était une surprise de te voir. C'est une surprise de déguster les sushis qui sont très très bons. Oui, c'est une surprise. Tout le monde. Merci. C'était bien. C'était trop court. Que tu viennes pendant deux jours ici. J'espère que tu reviendras quand tu seras un peu plus grand. Oui. Et puis nous, on va tâcher d'aller te voir là-bas. En tout cas, je te dis merci. Merci.